レードが4つなんよ。予防では今日と同じ。で、最低気温とか最高気温とかっていうのを書き間違えて、もう多いので、うん、書き直すよ。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。最低気温、最低気温ばっかり言う。で、今度書き直してね、最高気温ってなったら、最高気温、最高気温ばっかり言うとね。小山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。片岡、掴んで一塁アウト。ほんでね、ポン吉なんよね、名前がポン吉って言うのが、あの、来とったんよ。それをね、吉をよしって言うたんです、ポン吉。で、私がね、ファウルになります。それポン吉って言うんですよ、ボールカウントは、ポン吉さんね、打ちましたね、ポン吉、わら。タイヤを抜けていきます。よしと吉もわからんんだけど、ダメじゃん。一塁、打席には7番バッター難しい感じじゃねえんだよ。ビットでランナーを一塁に置いています。よしは下が長いじゃん。あ、そう、あの、土辺が、土のところが長いようにした。2ストライクです。キッチは下が短いじゃん。それで区別もできて、片岡、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ました。もうあれやめた。そして村田、普通モード、最近ちょっと打撃の感覚がおかしいから、通常モードやる。初球ボール。しかも続けからでは。低めのボール入りました。胸元に持ってきました。ストライクです。ワンボール、ツーストライク。ダメだ。打ちます。なんかこんなホームラン打てるんじゃん。あと通常モードのホームラン打てて、なんでこうあれで打てるの。2015年のデータだから分からん。それはね、地元に帰って聞いた方がよ。広島ファンじゃないんだし。だけど地元に帰って聞いた方がよ。聞き合えんの。打順は5番アンダーソン。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、ほんといいバッティングしましたね。そうですね、この勢いをこのままもったいな。試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。あとって油だけ直してもなんだし、トースターやったら焦げるし。今日は非常に忙しいんだよ。めでたい。東京ドームから登場しています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃。8番バッター相澤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ大きく点差をつけて6回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるんでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょう。バッターボックスには代打のソヨギ。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、前に出して余計な神経を使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。言うんだったら尻からって感じ。低め、さあ勝負してくるのか。打った、鬼じゃないけん、まだいい。アンダーソン、掴んで、ツーアウトです。打順はトップに帰って、鈴木。先
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打った片岡抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ6回の裏ジャイアンツ先発の小山が打席に入ります。いや前の打席はナイスバッティングでしたね。はい、狙ってほしいですね。そうですね、打ちました。ヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー打ちました。これがどうだ、ヒットになった。これが今日5本目のヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには2番大谷、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。左中間に大きな打球、
スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。ストライクを取りたい気持ちが強いですから、そこを狙わない手はないですね。そうですか。低め見送っています。よく見ています。
外、しかし主審の手は上がらない。ファウルになります。さて兄さん、この亀井対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや、左ピッチャーには極端に弱いですね。ここはランナー返せません。ゲームは8回に入ります。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは5番ウスマン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。内野を抜けていきます。これで9試合連続ランナー、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス田中、まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方にも注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしては、打ちました。これはどうだ。二塁送球、二塁アウト。一塁送球はアウト、ダブルプレー。7番バッター木村、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カーブダブルプレーでランナーなくなりました。この回の小山4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだと思いますよ。低めの変化球です。これが4球目。打った、片岡取って、スリーアウトチェンジ。この回8回の裏に入りました。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは8番阿部。ジャイアンツ打ちました。打った瞬間確信した。バッターに入った。ホームラン。何投げなのいった。なんと今日4本目のホームラン。8回の裏ジャイアンツにホームランが出ています。三塁間隔もあってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや本当にうまく反応しましたよね。勝利は間違いないと思うんですが、最終的に点差はどこまで開くんでしょうか。すげえな、あんな上の方がやったんだ。ピッチャーに打順が回って、先発の小山がバッターボックスです。完封を狙うでしょうか。代打はないでしょうね。そうですね。さあ、2球目は何か。低めの際どいところですが、外れています。打ち上げました。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたが、ワンアウトとなっています。さあ、初球は何か。初球見送っています。バッターよく見ました。これが3球目。ファウルです。振り遅れてますね。打ちました。4球目打っていきましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト。打席には2番バッター大谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。打った、抜けていきます。これがプロのホームランヒット。ツーアウトランナー1塁。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。5番村田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナー2塁1塁。バッターボックスの村田、今シーズンの得点圏内です。打ちました。ライトが飛び込みだ。
点を追加します。リードをさらに広げていきます。いやー、西さん、それにしても低い弾道で一直線に行きましたね。ちょっと低いかなと思いましたけどね、よく伸びましたね。これだけの点差がありながらも容赦のない攻撃を見せています。バッターは6番片岡。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。打ちました。伸びていく。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー2塁。カープピッチャーが倒れます。マウンドに上がるのはヒース。さあ、マウンドを任されたのはヒース。今シーズン10試合目の登板です。抜群の安定感です。インコース際どい、まあ、ここはストレートゾーンのボールを積極的に打っていくか。打った。これはどうか。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかし今回ジャイアンツ3本のホームランで追加点を挙げています。無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチングを見せてくれてますよね。そうですね、あと1人頑張ってもらえてですね、ベンチの期待に応えられるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックスには代打の堂林。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ、注目しましょう。片岡アウト。ツーアウト。バッターボックスには代打の奥野。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。変化球空振り。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや、本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そう、いい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大量点を取って敗勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが敗勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。Cool.